こと石松ゆいなが担当します。よろしくお願いします。初めてのソーレム配信ということで、今日は皆さんに私のことを知ってもらうために自己紹介を最初にしたいと思います。困り顔ね、タレム顔、チャンパインタ、いつもニコニコいいのだよ。 HKT48 最年少、小学5年生、10歳の石松ゆいなです。よろしくお願いします。やばい、緊張します。皆さん来てくれてありがとうございます。やばい、めちゃくちゃ緊張します。何話したらいいんだろう。やばい。可愛いってありがとうございます。そう、今日は三つ編みお母さんにしてもらいました。コメント読もう。初めましてって、初めまして。夏休みの宿題してる。まだ全然、まだ1個しかやってないです。全然やってないです。やばい、終われるかな。何ちゃいですか。10ちゃいです。5年生です。自由研究は何するの？何しようかな。何しようかな。皆さんは何してましたか？自由研究。土曜日は6期生でステージ立てて楽しかったですか？緊張した。最初1、2曲目はめちゃくちゃ緊張したんですけど、なんか MC の時はあんまり緊張しないでできました。めちゃくちゃ楽しかったです。皆さん見てくれましたか？どうすか、かわいいってありがとうございます。朝のラジオ体操はあるの？多分あると思います。見たよってありがとうございます。そう、浴衣姿可愛いってありがとうございます。可愛かったです。サイコさん認定バッジ届いてありがとうって、ありがとうございます。緊張してますね。めっちゃ緊張してます。やばい。何色が好きなのって、ピンクと赤が好きですね。あ、やばい。石松ゆいなです。そう、6期生にね、ゆうなちゃんがいるの。よくゆうなって言われます。頑張ってねって頑張ります。漢字ほとんど全部ではないけど、
読めるって読めます。やばい。かわいいねってありがとうございます。好きな先輩、好きな先輩、全員が好きですね。お笑いバラエティ番組は好きですか？あ、大好きですね。やばい、やばい、緊張。好きな動物はウサギが大好きです。最近喋った先輩、今日は坂口理子さんとか、ミクさんも話しました。学校で流行ってる遊び、昨日みんな鬼ごっことかよくしてます。やばい。6期生の中で何が流行ってるの？何が流行ってる？6期生の中で何が流行ってるんだ。何だろう。いや、身長は前から何番目、なんだ、6期生の中では一番前ですね。学校とかでは4番目3番目ぐらいです。最年少メンバー、そうです、最年少です。たくさんの方来てくれてありがとうございます。6期生で一番面白いメンバー、川島優奈ちゃんが一番面白いです。そう、ゆなゆなちゃんだね。そう、いつもね、レッスンの時とかいつも笑わせてくれますね。はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。ゆなちゃん、ゆうなちゃん変顔するです。めちゃくちゃしますね。ななかちゃんがお世話してくれてる。そう、ななかちゃん優しいですね。後ろキラキラしてるねって、そう、めちゃくちゃキラキラ、かわいい。好きな食べ物は何？カレーが一番大好きです。ゆいなちゃん兄弟いるの？お姉ちゃんと弟がいます。そう、6期生の大人メンバーとも仲良くしてる。はい、そう、ヒーロちゃん、北川ヒーロちゃんも仲いいですね。合宿のクロワッサン美味しかった、めちゃくちゃ美味しかったです、また食べたいですね。カレーは甘口ですか？中辛までは多分いけると思います。もがみさんとは仲良しで、めちゃくちゃ仲いいですよ。
6期生のメンバーで誰と仲いいですか？1番は柳瀬レアちゃん と大張咲さんですね。合宿の時からチームが一緒で麗夜姫とのペア好きでした。ありがとうございます。麗夜姫かわいい。身長伸びたって、伸びたのか。多分まだ伸びてないと思う。昨日のゆいなだよ可愛かったって。ありがとうございます。ゆいなちゃん学校では背の順どのくらいなの？前から4番目3番目くらいです。打ち上げ花火は好きですか？大好きです。身長 何センチ身長が欲しいですか？どんぐらいだろう。けどもがみちゃんはちょっと越したい。身長もがみちゃんより上になりたいですね。学校で好きな教科は国語と体育が好きです。ダンスと歌どっちが得意？歌の方が得意です。好きな給食はカレーが好きです。けどパンも美味しいですね。目標にしている先輩はいる。矢吹奈子さんですね。かわいい。やばい、コメントが早い。すごい。学校のカレー美味しいよね。めちゃくちゃ美味しい。いろんな、そう、具材が入ってて美味しいですね。5期生では誰が好き？選べるかな。けどよく話すのは栗山里奈さんと石橋ゆぶきさん。オーディションで何歌ったの？オーディションは12秒を歌いました。こちら。一番話しかけてくれる先輩、誰だ？けど松岡夏実さんとか坂口莉子さん、けど全員喋りかけてくださるので嬉しいです。すごい。三つ編み自分でできるの？三つ編み多分ぐしゃぐしゃになると思います。一番得意な教科は体育が得意です。いくのちゃんと仲いいって。めちゃくちゃ仲いいです。いくのちゃんもなんか緊張し、いつもはなんか
なんかライブとかでは緊張してるけど、いつもレッスンとかはめちゃくちゃ面白いです。話すと楽しいですと、いつもゆいなだよメール見て返信するよってありがとうございます。と、特技はどこでも寝れることですね。渋井ちゃんも確か渋井ちゃんだっけな、渋井ちゃん6期生の渋井美奈ちゃんもそう、どこでも寝れるって言ってた気がしますあ、いつでも寝れるですねどこでもじゃないキャンプ好き、キャンプお肉が食べれるので大好きです。野菜はめちゃくちゃ苦手ですね体育は何が好きですか。体育あんまり なんだろう投げる系は得意じゃないんですけど、プールが好きですね人参やピーマン食べれなさそう。人参とかは食べれるんですけど、ピーマンは無理ですね。そう、野菜食べないと大きくなれない。どうしよう、もうトマトは食べれます。ゆいなだよ。体育鬼ごっこです。そうです、昼休み鬼ごっこめちゃくちゃしてますね。ヤクルト飲んで大きくなった先輩、ヤクルト飲んで大きくなった先輩いるよ。じゃあヤクルトたくさん飲んだら伸びるんですねけど牛乳飲んだらたくさん、そう、背伸びるって聞いたことあります。何メートル泳ぐ、泳ぐのはできないんですけど、そう、なんか楽しいんですあ、犬かきしかできない20センチは伸びてほしいけど多分伸びると思いますと潜れるのか、潜れます2000人くらい、ありがとうございます。やばい、めちゃくちゃ緊張する。お姉ちゃんは身長どのくらい、どんくらいだろう。けどお姉ちゃんも多分小さいと思います。あ、けど弟こんぐらいでもうすぐ抜かれそうな、はい、弟に抜かされないように頑張ります。何人兄弟なの。3人兄弟、お姉ちゃんと弟がいます家族構成っていうのは、お母さん、お父さん、お姉ちゃん、弟、兄ちゃん。構成ってなんだろう兄弟と何歳離れてと、お姉ちゃんはとお姉ちゃんは12で13歳、あ、お姉ちゃんと3歳差でと、弟は何歳だっけ、弟小3って何歳でしたっけペットは飼ってますか。ペットにね、とモモンガ2匹とハリネズミ2匹飼ってます好きな色はピンクと赤が好きです9歳、あ、9歳、1歳差です
袋ももが描いてます。動物いっぱいだね。そう、動物たくさん、たくさんなんか6期生のカレンちゃんと仲いいですか？カレンねんは仲いいです。全員と仲いいですそうか。あ、きれい。江口心葉ちゃん、そう、6期生の江口心葉ちゃんの身長も抜かしたいですね好きな髪型、好きな髪型、ツインテール、ツインテール、ツインテール好きですねえっと、6期生で喧嘩とかする？私はまだしたことないと思いますレイア姫は抜かし、多分レイア姫は越せないと思いますと目指す160センチいけるかなひなたんとどっちが身長、いや、ひなちゃんの方が高いですね。6期生では一番前ですね、身長順にレア姫170とかすごい緊張してますか？めちゃくちゃ緊張してます、何センチまで身長、けど160も行きたいですねお姉ちゃん確か100、どんぐらいだろう、142、多分お姉ちゃんそんぐらい低かったと思います。100どんぐらいだろう、お姉ちゃん応援してるよってありがとうございます。たくさんギフトありがとうございます。147cm だった。147? おー、タワーありがとうございます。たくさんありがとうございます。初めてありがとうございます。そう、名前覚えれるように頑張ります。やばい、コメントが早い。かわいいってありがとうございます50メートル走、50メートル走何秒だっけ、覚えてないですねどんぐらいだっけ、9秒くらいでしたと配信は5時までです5時まで配信します。今緊張してますかって、めちゃくちゃ緊張してますと夜何時に寝てますか、ちょっとそれはちょっとけど遅い時間ですねと今日の夜ご飯は、なんだろう今日の夜ご飯早起き得意ですかって、いや、あんまり得意じゃないです。そう、合宿とか起こしてもらってました
その良い子を早く なぜか寝れないんです。今日はカレーにします。いいな、美味しそう。縄跳びすると身長、え、縄跳び、え、そうなんだ。夏休みの宿題はまだ全然終わってないですね。だるまたくさんありがとうございます。ピアノ弾き、ピアノは弾きますね。小さい頃からやってました。ゆいなちゃんのサインは大王までがサイン、そうですね。大王、そう、下まで大王って書くまでがサインですね。遅刻気をつけてね。 MC でずっとやばい、 MC で言われちゃう。誰かにメイク教えてもらった、お母さんに、今日はお母さんにしてもらいました、髪型とメイク。チョコミントアイスは食べられますか？大好きですね、アイスも大好きです。最近の小学生って何が流行って、私もあんまり、何が流行ってるけど、学校で鬼ごっこしかしてないです。好きなフルーツはいちごが大好きです。辛いのは苦手ですね。ドッジボールと、ドッジボールもよくしますね。けど、ずっと逃げてます。早くゆいなちゃんとお話ししたいです。私も楽しみです。遅いときは、遅いときは何時まで？けど、多分めっちゃ遅いですね。ケイドロっていう、ドロケイっていう、ケイドロ、ケイドロって言います。ドロケイって呼ぶんだ、みんな。ランドセルの色、ランドセルの色は何だろう、薄いピンク、薄いピンクですね。逃げるのは得意です。投げるのは無理に苦手ですけど、逃げるのなら得意です。オンライン握手会撮ってるって、ありがとうございます。楽しみにして。ななかちゃんと合います。怖い先輩はいないです。そう、全員優しくしてくださって嬉しいです。得意な曲、HKT 得意な曲は、得意な曲はアイドルの王者が得意ですね。お化け屋敷に行ったこと、多分行ったことあると思います。そう、お母さんと行ったことあります。ウィンクは3回可愛かった、可
可愛かったです。ありがとうございます。遊園地で何が、あんまり絶叫系好きではないんです。へえ、遊園地けどジェットコースターがやっぱり一番好きです。乗れないけど好きです。バンジーしてみたい。うわ、バンジーは多分無理。え、バンジーは、バンジーあんまり してみたくはないですね。3000人ありがとうございます。高いところにめちゃくちゃ苦手です。乗れないのに好きなけど何回かは乗ったことあります。弟がめちゃくちゃ苦手で泣いてました、前ジェットコースター乗った時。バンジー無理か。じゃあスカイダイビング、スカイダイビングってなんだっけ、スカイダイビング、多分高いところのやつ。チャンポイントはなんだっけ、待って、あ、困り顔で垂れ目なところ、困り顔で垂れ目なところです。空から落ちる、え、空から落ちるの、空飛ぶ、え、いや多分無理だと思います。飛行機から、ああ見たことありますけど、なんかね。自己紹介、自分でお母さんと考えましたね。サインもお母さんと考えました。手作りうちは嬉しいです。そう、めちゃくちゃ嬉しいです。そう、昨日の夏祭り、そう、ニコ生の夏祭りの時にユイナっていう、そう、打ち上がって嬉しかったです。夏休みの宿題、いや全然してないですね。小学校、いや1年5年生です。6期生と誰と仲いい、全員と仲いいんですけど、そう、合宿の時から一緒の大場里咲ちゃんと、柳瀬玲也ちゃんが得意です。得意じゃない、仲いいですね。やばい、緊張しすぎて、やばい。よし、たくさんギフトありがとうございます。メイク自分でできますけど、ちょっと下手ですね。まだ頑張ります。一人で寝ることはできます、一人で。たまに暗いところで一人でいると、もう怖くてずっと目つぶってますね。メイクはお勉強中、そう、お勉強中ですね。壁写真新しく、そう、壁写真新しくなって、かわいい衣装でした。そう、初めて着た衣装だったので。皆さん見ましたか。身長は全然伸びてないと思います。6期生のメンバーの家に行ったこと、まだ行ったことないですね、誰も。そう、全員家行きたいな。
見たよってありがとうございます。写真撮るのに緊張、最初は緊張したんですけど、撮ってくださる方が優しい方だったので、あんまり緊張はしなかった、撮ってる間は。弟の身長こさ弟に身長はまだ越されてないです。こんくらいですね。弟理想の身長はどんぐらいだろう。けど富士のココハチ、6世の富士のココハちゃんまでは、生きるかな、生きたいっちゃ生きたいです。よいしょ。レアちゃんの身、いや、レア姫の身長は多分抜かせないと思いますね。もうすごい、ミラボールありがとうございます。ミラボールだっけ、ミラボールだ、ありがとうございます。普段はスカートすごい、昨日スカートの方がちょっと多いと思います。目指せもがみちゃん、もがみちゃん、ななちゃんの身長は多分、抜きたいです。今はステージより緊張してる。ちょっとそのダンスとか踊ってないのでめちゃくちゃ緊張してます。ステージよりはあんまり緊張してません。藤子子ちゃんは162センチ、お、抜かせるかな。虫は触れます。牛乳飲みます。よいしょ。150前半で止まる、止まらないで。ヤクルトがいい、ヤクルト大好きです。フォローしましたってありがとうございます。嫌いな食べ物は野菜が大嫌いです。昨日の夏祭りめちゃくちゃ楽しかった。射的とか、そう、光る指輪もしました。楽しかったです。家族の人は高いのか、多分高いのかな、分かんないです。野菜の中で一番はピーマンが一番いいですね。ラムネ飲むの、ラムネって炭酸なのかな、炭酸だったら多分炭酸苦手なので飲めません。ピーマン嫌いです。炭酸ならいいです。そう、昨日ね、もがみちゃんもすごい、何秒だっけ、18秒出しててすごかったです。好きなお菓子、チョコのお菓子が好きですね。パプリカプリカも多分無理だと思う。
自転車乗ります。自転車乗ります。ブラッゆいなちゃんなら何秒でも、多分早飲みあんまり得意じゃないので遅いと思います。多分30秒、20秒、どんぐらいだろう、もうちょっとかかると思います。18秒。一輪車はね乗れないですね。一回練習したことあるんですけど乗れませんでした。好きなお寿司のネタはサーモンとマグロが好きです。いつも髪の毛は、お母さんがやってくれます、ね、たまに自分でする時もあります。飛び箱は全然飛べないです。ブロッコリーは好きですね。大好き。今一番欲しいものあんまりないと思う。なんだろう、今は多分ないですね。緊張すると出る癖とかあります？なんかこうしちゃう。なんかこんなことしちゃう。緊張しちゃうとどうなるんだろう。多分そうだ、ということです。ってなることです。って言っちゃう。小顔ポーズなんです。小顔ポーズってこっちじゃない。小顔ポーズってなんだろう。ってめっちゃ言っちゃうんです。ゆいちゃんって呼んでいいですかって、そう呼んでください。ありがとうございます。最初よりは話よかったです。最初はもう全然何も喋れてませんでした。振り覚えは多分遅い方ですね。もがみちゃんとこそうめちゃくちゃ早いです。お、くまさんありがとうございます。すごいタワーもたくさんありがとうございます。ケチャップ社長さんかな、ありがとうございます。視力はね悪い方、視力は多分悪い方ですね。ありがくまたくさんありがとうございます。なんて呼ばれるのが一番けど、やっぱりゆいなちゃんじゃなくてゆいちゃんの方が嬉しい。ニコニコゆいなちゃん、先輩からよくそう言われます。ニコニコゆいなちゃんも嬉しいです。福岡でのライブめちゃくちゃ楽しかったですね。そう、たくさんうちわとか持ってくださってる方がいて嬉しかったです。あと15分、お
と15分だと。あ、けどゆいちゃんだったら小島さん、そう間違えちゃう。小島ゆいさんと間違えちゃう。もう一回自己紹介する。行くよ。はい、困り顔でタリマガーちゃんポイント、いつもニコニコ、リーナ、リーナだよ。 HKT 最年少、小学5年生、10歳の石松リーナです。よろしくお願いします。そう、目は そう、リーナって、はい、お、すぐミラーボール、ありがとうございます。キラキラしてる。お、クマありがとうございます。クレヨンさん、クマありがとうございます。皆さんたくさんありがとうございます。お、4000人ありがとうございます。スクショタイム、スクショタイム防止して、スクショタイムをしたいと思います。スクショタイム、ありがくま、ありがくまって言う、ありがくま。そう、昨日はね、くまさん2つお団子しました。と、ロキセポイ、こっちだ。耐えたかな。めっちゃ先輩、やばい、緊張しちゃう。先輩見てくれてる。くまさん、ありがくま。ありがとうございます、くまさん。ひろたんさん、ありがとうございます。もう緊張、いや、まだ全然緊張してます。たくさん来てくれてありがとうございます。ビビアンさんとか、やばい。次はいつやか。次いつだ。そう。次いつやろうかな。いぶきさんも見てない。やばい。こんにちは。お、宮徳さん、くまたくさんありがとうございます。ありがとうございます。今の緊張の具合は手で表す。こんぐらい。多分画面入らない。こんぐらい緊張してます。ありがくま、ありがくま、ありがとうございます。また見に来るの楽しみにしとれないって、ありがとうございます。楽しみにしてる。リーザーさん、くまたくさんありがとうございます。ありがくま、ありがくま、たくさんありがとうございます。そう、皆さんもね、風邪ひかないように。そう、今暑いもんね、熱中症気をつけてください。そう、壁がキラキラしてる、かわいいです。
可愛いってありがとうございます。スポーツはあんまり得意、普通ぐらいです。ボール投げるのとか得意じゃないんです。ついてるよくしますね。